内閣府特命担当大臣は日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つである。地方創生担当大臣と通称される。日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として地方創生に関わる行政を所管する国務大臣である。町、人、仕事創生本部の副本部長を担う。内閣の担当大臣であったが、 地方創生の重要性と長期性に鑑みて、第3次安倍第1次改造内閣より内閣府特命担当大臣を廃止し、代わって内閣府特命担当大臣として任命されることとなった。旧来は内閣官房に設置されており、内閣府特命担当大臣は内閣府特命担当大臣ではなく、経済再生担当大臣、海洋政策担当大臣、 ラッチ問題担当大臣等と、同じく担当大臣として辞令されていた。主な特別職の職員の給与内閣官房、リストオブミニスターズ、プライムミニスターオブジャパンヒズキャビネット第三次、安倍内閣閣僚名簿第3次、安倍改造内閣閣僚名簿。ありがとうございます。